レイコソファーソーグッド12回目の収録もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日はプレイリスト企画第2弾でしたけども、はい、選曲いかがでしたか。いや、なんか今日はプレイリストの名前をソファーソーリラックスにして、うん、テーマをリラックスと心の落ち着きとかにしたんですけど、それ4曲選んでこうリスナーの皆さんの選曲のセンスをめちゃくちゃ信じてるので、うんうん、なんかこれからどんなプレイリストになっていくのか楽しみですし、選曲する皆さんもきっとどんなプレイリストか、うん、多分イメージ湧いたのですごく楽しみです。なんか第1弾お出かけするときに聞いてもらって、第2弾は家に帰ってきたら聞いてもらってみたいになったらね、いいなーなんて ね思いますけども、はい。でね、番組ではメンバーシップっていうのやってるじゃないですか、はい、スナックレイコ。やっぱスナックって、まあ、看板が必要だと思うんですよ。うん、作ってみたんですよ、看板。おお、マジっすか。ちょっとじゃあ看板入れてもらっていいですか。え、マジか。あ、そう、インターFMが誇る制作部がですね、スナックの看板作ってみました。え、やばっ、びっくり。ガチか。そう、ガチの看板。すごっ、本物だ。スナックレイコ、いつかライブで使ってもいいですか。いや、もう喜んで、こちらとしても喜んでですよ。ちょっと、はい、大丈夫かな。使いたい。なんかワンコーナーですよね。スナックコーナーみたいなのあってね、スナックレイコカラオケ立ち合うみたいな。最高じゃないですか。ですよね。なんかもちろんその皆さんが見やすい配置だけど、こうバーカウンターみたいなところでこうマイク持ってみたいな。レイコママも登場。ありがとうございます。めちゃくちゃすごい。なんかこの字体とスナックフォント、色味が最高でしょ。最高っすね。スナックを理解したスタッフが制作しましたので、ありがとうございます。本当に良かった、喜んでもらって。これ他に出し所がないから。せっかく作ったんだけど。いやいや、もうこれいつか絶対何かで使いたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。アフタートーク見てる皆さんもね、これからこの看板を想像しながら聞いてもらえればなと思いますので、もしスナックレイコ、レイコママに歌わされる、そんなシリーズなんですけど、本当に本当にめちゃくちゃいい曲を歌わされるんで、ぜひチェックしてみてください。めちゃくちゃ面白いと思います。これじゃあ後で写真撮りたい。撮りましょう。じゃあちょっとね、話脱線しちゃいましたけども、はい、今日の放送また一言でまとめてもらえればと思います。看板に引っ張られちゃうよ。引っ張られましたよ。スナックレイコって書きそうだね。そっかそっか。So far so relaxed ですね。あ、じゃあこれしよっかな。なんか。よし、今日はこちらにします。ではお願いします。でん、みんなで作るプレイリスト企画第2弾の、プレイリストの名前でございます。 So far so relaxed、はい、いいですね。なんかマジで4曲やっと4曲を選んだんですけど、多分マジで多分イメージ湧いたし、皆さんの選曲センス本当に信じてるし、多分期待を上回ると思ってるので楽しみです、うん、So far so relaxed。 前回の第1弾に引き続き、なんか日常に溶け込むようななんかプレイリストになっていければと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。レイコ So far so good インターFM にて毎週木曜日。本当に最近思うんですけど、収録でよかったなって。今度生放送やりたいですよ。絶対やりたいですね。うん、なんか、ね、それに向けてちょっといろいろ
ラジオ修行というか、なんかうまく話せるように、いいですね、ラジオ修行、うん、頑張っていこうと思います。 Miracle So Far So Good インター FM にて毎週木曜日23時から放送しています。放送から1週間はラジコでもお聞きすることができるので、よければそちらでもお聞きください。番組の感想や僕レイコへの質問、こんなことやってほしいなどメッセージお待ちしております。メール、X、こちらの動画へのコメントなどもお待ちしております。詳細はこの動画の概要欄に記載しています。ではまた来週、レイコ So Far So Good でお会いしましょう。